いや、みんな、バンディだよ。今日はみんなが待ちに待ったポルトガル語講座をやっていきたいと思いまーす。イエーイ。はい。で、ポルトガル語講座に関してなんやけど、まずポルトガル語がどこの国で使われているかから始めたいと思います。ポルトガル語を使われている国は、ブラジルとポルトガル語がメインです。第一言語として使っている言語、国がこの二つになります。で、今回紹介するのはね、ブラジルのポルトガル語になります。ポルトガルのポルトガル語とちょっと違うところがちょこちょこ、まあ、全部が全部、結構似てんねん、似てるっちゃ似てんねんけど、違う単語とかもあるので、まあ、ブラジルのポルトガル語は覚えるっていう、頭でいてくれたらなと思います。それではやっていきましょう。で、今日教えるのは、挨拶に関するポルトガル語、感謝に関するポルトガル語と、日常生活でちょっと使えそうなポルトガル語を、今日はちょっと教えていこうかなと思います。じゃあ、まず挨拶から。で、挨拶やねんけど、挨拶。やーって誰かと会うときに日本やったらこんにちはとかなんだけど、ブラジルとかやと結構、あ、やーみたいな。おはよう、こんにちは、こんばんはもちろん使わないけど、結構ブラジルってフランクでフレンドリーやから、普通にやーってなるときもあります。で、やーが、おいーってになります。で、日本で使われてる、おい、お前、みたいな感じじゃなくて、おいーって感じになるので、普通にそこを勘違いしないように、だけしといてもらえたらなと思います。で、やーが、おい。別においって、この、ちょっと笑顔じゃないけど、普通においって感じで言ってくれたら、いいかなと思います。で、おはようが、ボンジーヤ。ボンジーヤ。で、日本人が言いやすくすると、ボンジーヤ。ボンジーヤ。で、こんにちはが、ボアタルチ。ボアタルチ。で、言いやすくすると、ボアタルデ。ボアタルデ。で、こんばんはが、ボアノイチ。ボアノイチ。言いやすくすると、ボアノイテ。ボアノイチでもいいし、ボアノイテでもいいです。で、最後のこんばんはの、ボアノイチに関してはねんけど、おやすみとしても使えます。あと、ボアノイチによくダルミコンデウスっていうのが使われんねんけど、ダルミコンデウスは、その神様に見守られながら寝てね、みたいな、ちょっとしたお祈りじゃないけど、な感じで言われる。ブラジルは結構使うときもあります。じゃあ次は感謝に使えるポルトガル語やねんけど、まずありがとう。ありがとうが、オブリガード。男性が使うときは、オブリガード。オブリガード。で、女性が使うときが、オブリガーダ。オブリガーダ。言いやすくすると、オブリガーダ。男性のやつを言いやすくすると、オブリガード。オブリガードになります。で、男性が使うときと女性が使うときが違う単語がちょこちょこあるので、まあそこに関してはちょっと後で詳しく教えていこうかな。後でっていうか違う動画ね、詳しく教えていこうかなと思います。で、どういたしまして、日本ではあんま全然使われへん、どういたしましてやねんけど、どういたしましては、ジナーダ。ジナーダ。言いやすくすると、ジナーダかデナーダ。どっちでも大丈夫です。で、ごめんなさいは、デスクーパ。デスクーパ。で、多分、デスクーパーすごく言いやすくて、ね、言いやすくすると、デスクーパ。デスクーパ。で、ポルトガル語ちょっと違うのは、デスクーパって言って、L がついてんねんか、多分見てわかんねんけど、L がついてんねんけど、その L が発音しひんかったら、デスクーパになるので、多分言いやすいかなと。日本人でもすごく言いやすい、単語かなと思います。じゃあ次に、日常会話で使えそうな、文章との会話で使うやつとかを教えていこうかなと思います。で、おいと、ハロー元気みたいな。いや、元気にしてるみたいなのが、おいとどべん。おいとどべんになります。で、とどべんが元気ってなので、で、おいとどべんって言われたら、おいよとべんみたいな。いや、元気だよって、えよとべん。えよとべんが元気。元気だよ。自分は元気だよって。えよが私。なので、いる。べんが元気。えよとべん。で、私は元気です、になります。だから、おい、とどべんって言われたら、元気やったら、おいよとべんって、えよとべんって言えばいいです。で、次、自分も紹介するとき、自分の名前紹介するときに使える、私の名前は、バンディです。やと、meu nome é Bandi。meu nome é Bandi。meu が私の、nome が名前、えが何々、は、かな？わーに使える。わーがええやと思う。で、ブンジが自分の名前。目を飲み、え、ブンジ。になります。で、日本人に言いやすくすると、目を、
のめえなになにになります。で、はじめましてがプラゼルチコンヤセル、プラゼルチコンヤセル、プラプラ、日本語にすると言いにくいな。プラゼル、プラゼル、プラゼルチコンヤセル、これはちょっと日本人でも言いにくいし、俺もちょっとどうすればいいかわからない。プラゼルチコンエッセルぐらいかな。でいいと思います。で、私の趣味は何々です。私の、例えば俺やったら私の趣味はゲームですやと、meu hobby é jogar game。meu hobby é jogar game。meu が私の、hobby が趣味。これは英語でも、英語と一緒やねんけど、えが私の趣味は、ジョガーゲームがゲームをする。で、ジョガーが遊ぶ。ゲームがゲーム。みょのみ？ちゃみのみじゃない。みょほびえジョガーゲームになります。誰かの家に行った時によくでき、使える、トイレはどこですかってあんねんけど、誰かの家でトイレを使う時は、トイレはどこですかじゃなくて、トイレ使ってもいいみたいな感じで聞くねんか、ブラジルは。日本もそうかな、多分。で、トイレを使ってもいいですかは、Eu posso usar o banheiro? Eu posso usar o banheiro? Eu が私、posso が何々していいか。usar が使う。o banheiro。o が、o になるのかな？わからへんけど。o banheiro。banheiro がトイレ。Eu posso usar o banheiro? トイレを使ってもいいですか？で、レストランでトイレを使いたいときは、トイレをどこにトイレがあるかを多分知りたいと思うから、まあ、別に、posso usar o banheiro、トイレ使ってもいいって聞いても教えてくれるし、トイレをどこ、トイレがどこか、例えばどっか歩いてて、トイレどこですかって聞きたいときは、aonde está o banheiro? aonde está o banheiro? aonde どこ está? にあるか、にあるかになるかな。Aonde está o banheiro? になります。はい。というわけで、ポルトガル語をしているのは、今日はこれぐらいにしとこうと思います。ちょっと長すぎると、みんなもわかりにくいと思うので、覚えるのにちょっと時間もかかるし、ちょっとずつやっていた方が楽かなと思うので、今日はこれぐらいにします。で、最後に、ちょっとクイズ形式に、質問を2つ出そうと思ってて、毎回第1講座、第2回講座全部やろうと思ってて、みんながこうちゃんと俺がちゃんと教えられたかっていうのと、みんながちゃんと理解してくれたかっていうことも理解したいし、こうした方がちょっとクイズみたいな質問作った方が覚えやすいと思うので、自分がどれだけ理解してるかっていうのもみんなも分かってくれると思うから。で、クイズ2つ出します。クイズはこっち、質問はこちらになります。いや、私の名前は、それもちろんそのチャンネルの名前でもいいし、いや、私の名前は何々です。っていう文を作ってほしい。コメント欄に書いてくれたらいいし。で、二つ目が、おはようと、こんにちはと、こんばんはを、二番に、トントントンって、コンマか、なんか普通の何ていうの？日本で使うあの、点か。で、分けてくれてもいいので、一番と二番、よかったら書いてくれたら、なと思います。コメント欄に普通に書いといてくれたらいいし、一、何々、二、何々って、それをポルトガル語でそのまま、ローマ字でか。書いてくれたらなと思います。はい。というわけで、ポルトガル講座でした。いかがだったでしょうか？今回ちょっと初めてやから、ちょっとグダグダの、これ撮ってんのも3回目やし、ちょっとグダグダやけど、これからよくしていくし、みんなはもっと出してほしいってなってたらよかった。高評価と、チャンネル登録まだの人はしてくれたら助かります。はい、というわけで、それじゃあ、また次の動画で会いましょう。See ya!